フランスの芸術家ジャン・コクトーは言った。アルコールは発狂の発作を誘致する。アヘンは節制の発作を誘致する。始まりました、大人の近代史。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかちょっといまいち分かんなかったなね、ちょっと長かったね難しいね、アルコールってさ、発狂の発作って言ってるんだけどさ、うん、なんか、まあ、飲むとさ、アルコールってこう、まあ、発狂っていうのかな、陽気になったりとか、こう騒がしくなったりするじゃん、うん、そうそう。それに比べてアヘンっていうのは、これ節制の発作ってちょっと難しいなと思ったけど、なんかその節度あるそのラインを超えて、もうなんか異常行動を起こすっていうことなのかな。ああ、まあそういう意味か。うん。あとさ、よくね、アルコールとアヘンってこう比較されるんだけど、うん、アヘンってね、そのこう陽気になるっていうよりは倦怠感とか脱力感とか、なんかすごくこう静かな感じになるらしいよ。ああ、そうなんだ。あ、これね、ジャン・コクトー自体がね、アヘン中毒者だったらしいんだよね。うん。そうそうそう。まあなんかそういうことからもこういう言葉が出てきたのかなと思って。なんかあれなのかな、自戒じゃないけどさ。そういうところがあるのかね。ああ、そうだね。まあということで、今回はあのテーマがアヘン戦争です。いや、来たね。もうこれみんな待ってた回だよ。緒方郎のアヘン戦争回。いやいや、で、ただちょっと本当申し訳ないのが、このテーマやる寸前にちょっとコメントを見てみたら、これアヘン戦争長丸郎にやってほしいっていうリクエストがあったんだよね。いや、ないでしょ。あったんだよ。だから本当にちょっとその方申し訳ないです。本当にこんな私めがやってしまって。え、嘘、マジであった？あったよ。ちょっと恐れ多いんですが、アヘン戦争やりたいと今日は思います。いや、もう緒方郎たっての希望だからね、もう俺がアヘン戦争やるんだっていうね、もう強い意志のもと。いや、ない。楽しみです。何にも考えてなかった、そこは。はい、じゃあということで、アヘン戦争っていうのは1840年にアヘン貿易をめぐって清とイギリスの間で行われた戦争なんだよね。うん。まあ、時代背景で言うと、清は漢民族が大半を占めるこの中国において満州人が支配していた王朝なんだよね。うん。で、アヘン戦争が起こった当時の皇帝は第8代目の道光帝の時代で、清は第6代の乾隆帝の時代が黄金時代ってよく言われるんだけど、まあ、それ以降ちょっとずつ衰退していくような時だったんだよね。うん。一方、イギリスは産業革命によって経済がこう発展して、強大な軍事力を背景に世界各地に植民地支配を推し進めていた、まあ、そんなイケイケな時だったんだよね。緒方郎みたいな感じだよね。いやいや、どこもないわ。緒方郎はイギリスで、もう当時の大英帝国って感じじゃん。俺あれだよ、多分当時で言うとなんか、まあ、とりあえずどっかの植民都市みたいな感じだよ。なんなんだよそれ。で、日本は、まあ、江戸時代で、第12代将軍徳川家慶の時代なんだけど、うん、まあ、幕末の一歩手前というかね、約10年後ぐらいにアメリカのペリーが、まあ、艦隊を率いてくるっていうような、そんな時代だね、うん。で、ちょっとこのアヘン戦争の経緯を話したいんだけども、イギリスは当時紅茶を飲むことが習慣となっていて、茶葉の需要が急増した時期でもあるんだよね。うん。で、そこで、この茶葉の栽培が盛んな中国から大量に買い入れるんだよね。うん。で、ただ中国っていうのは、イギリスから、まあ、買い入れたい、めぼしい商品っていうのがなかったんだよね。うん。まあ、そうするとどうなるかっていうと、イギリスは輸入超過になって、大幅な貿易赤字になったんだよね。うん。で、一方、清は、これ銀本位制の時代で、銀を基準にした貨幣の価値が決まっていたんだよね。うん。で、イギリスが茶葉を買い入れて、まあ、清に銀で払うんだよね。うん。で、だから清国内に銀が流通して、経済はこの時潤ったんだよね。うん。まあ、このように貿易としては不釣り合いな状況が起こっていたんだよね。うん。で、イギリスはこの状況を打開しようと、インドのアヘンに目をつけるんだよね。うん。で、当時さ、イギリスはインドに植民地支配を進めていて、以前にそのインドのベンガル地方の戦いに勝利したことで、この地域の支配権を得ていたんだよね。うん。で、そこの特産品だったのがアヘンで、インドから清に
アヘンを送って、清からイギリスに茶葉を送る。で、イギリスからインドへは綿製品を送るっていうような、まあ、三角貿易って呼ばれる、まあ、貿易が始まるんだよね。うん。そうそう。まあ、厳密にはね、ちょっと他にも細かい製品はあるんだけども、まあ、ざっくり言うとこんな感じの貿易になっていて、うん。で、なんで清はそもそもアヘンを大量に受け入れたのかっていうところを今日は掘り下げていきたいんだけど、うん。まずはさ、ちょっとその前にアヘンっていうのはそもそも何なのかっていうと、植物であるケシの果汁を乾燥させて作られた、いわゆる麻薬なんだよね。うん。で、中国ではさ、陽気の花っていう言い方するんだけど、人間に食らいついて肉体を蝕み、精神を狂わせ、死ぬまでいたぶり続ける花っていうような言い方もされるの。うん。そう。まあ、これね、依存性がすごく強くて、全身が痩せ細ったりとか、あとは、冒頭でも言った脱力感だったりとか、精神異常。で、呼吸困難により死に至る場合もある危険な麻薬なんだよね。うん。で、このアヘンの時代背景なんだけど、アヘンっていうのは、英語でね、オピウム。違ってんのか。え？英語で、オピウムって言うんだよ。ちょっとね、発音練習したけどダメだな。練習してないでしょ、絶対。したした。で、この語源はね、アラビア語なんだよね。うん。だから、中近東あたりが発生の地じゃないかって言われてんの。うん。そう。で、アヘンがね、中国へ来たのは7世紀の唐の時代なんだよね。うん。で、植物のケシっていうのは、長い茎の先にピンクや白とか、薄紫色などの綺麗なこう花を咲かせるんだよね。うん。で、だから最初は、観賞用として庶民にこう親しまれたんだよね。うん。で、そのうち薬としても使われるようになっていって、まあ、これはね、いろいろな説あるんだけど、アヘンを摂取すると、まあ、風邪をひかないっていう効果が分かってきたんだよね。うん。で、ただ実際にこれは風邪を治してるわけじゃなくて、感覚を麻痺させて、風邪の症状を感じてないだけなんだよね。うん。あとはね、なんか、セックスを長続きするっていうようなことも言われてんの。ああ、じゃあ、小型ロー向きのやつか。ごめんごめん、ここは掘り下げなくていいとこだよ。あ、ここ掘り下げるとこじゃないの？そこは、ケシの実みたいに膨らませなくていいから。あ、うまい。で、中国ではさ、観賞用とか薬のように使われてたんだよね。うん。で、そこへ、イギリスがインド経由でアヘンを清にこう輸入していくんだよね。うん。で、このアヘンっていうのは、今までのアヘンとは、ちょっとね、別物と言っていいほど異なるものなんでね。うん。これね、インド産のアヘンっていうのは、もともとモルヒネ含有量も低くて、見た目はね、どす黒くてひどい臭みがあったんだよね。うん。で、摂取の仕方も直接口に入れるスタイルで、味もね、苦くてまずいから、人気が出なかったんだよね。うん。で、そこにね、イギリスは徹底的に研究して、真の人たちが欲しがる全く新しいアヘンの製造を行うんだよね。うん。で、これはね、一つ目にね、品質管理の徹底を行ったんだよね。うん。で、栽培する土地をもう厳選して、条件のいい土地のみで栽培をして、収穫時期とか乾燥、加工に至るまで、すべてのラインをこだわって、ケシの実から採取する果汁に混じるこう水分とか油分も、取り除いて純度の高いアヘンを作り出すことに成功してるんだよね。うん。でね、あと新しい摂取方法を考案したんだけど、今までさ、そのインド方式の直接口に入れる方法ではなくて、アヘンを火で炙って煙をキセルで吸うスタイルにしたんだよね。うん。そう、これならね、アヘンの臭みも苦さも気にせずに楽しむことができるっていうことだったんだよね。まあよくさ、なんか煙を吸ってる写真が教科書とかに載ってたりするよね。ああ、そうだね。そうそうそう。これはね、この時のなんだよね。うん。あとはね、アヘンの生産量を規制して量をコントロールしたんだよね。うん。これなぜしたかっていうと、量を規制することで希少価値を高めたんだよね。うん。なので、このアヘンって宝石にも匹敵するほどの高価なものになっていったんだよね。うん。こういったね、イギリスの徹底した管理のもと、アヘンは清へ売られていったんだよね。うん。で、するとさ、贅沢で新しいもの好きな中国の上流階級に飛ぶように、このアヘンは売れたんだよね。うん。だからね、イギリスのしたことっていうのは、観賞用や薬だったアヘンを
贅沢な嗜好品にしたっていうところが注目なんだよね。うん。そう、もうスタイル自体を変えちゃった。なんか渡辺直美みたいなことが起こった。よくわかんねえよ。いやいや、だってあれ、もともと痩せてたらしいから。え、そうなんだ。そうそう。ただ、今のあの、ふくよかなスタイルになったことで、踊るビヨンセなんか、ね、痩せてたら全然ね、普通じゃん。まあ、面白くはないよね。そうそう。まあ、そういうことなんだよね。んまあ、よくわかんないけど、とりあえず納得するわ。はい。で、シンではね、上流階級を中心に多くのアヘン中毒者が出てくるんだよね。うん。上が腐敗していくと、下もその影響で腐敗をしてくるんだよね。うん。でただ庶民にとってさ、インドからの上質なアヘンっていうのは高級品のため買えないんだよね。うん。で、だからね、台湾経由のアヘンが海外沿いからこう広まっていったんだよね。うん。そう、台湾っていうのは昔からそのマラリアに対しての鎮痛剤とかの役割だったりとかで、アヘンをね、摂取する習慣があったんだよね。うん。そうそう。まあ、こう言ってまんべんなくアヘンが広まっていったんだけども、広まった理由としては、一番大きいのは、イギリスがこうやってさ、清を狙って、徹底してさ、好まれるようなアヘンを販売したってところなんだよね。うん。そう、売り込むね、商人もアヘンの害をこう隠して、長寿の薬だっていう風に言って、売ったんだよね。うん。そう、で、その反面さ、自国のイギリスやインドへは、アヘンを専売制にして、規制をかけて自由に手に入らないようにしてるんだよね。そう、だからアヘンの毒性を知っているからこそ、あのイギリスってこうやって中毒患者を増やさないっていう対策を自国にはしてた。うん。で、そこまでしてでも、イギリスにとって中国っていうのはアジアに植民地進出するために抑えておきたい場所の一つだったんだよね。うん。で、あとね、アヘンが広まった他の理由もあって、これはね、冒頭の時代背景でも言った清の衰退時期でもあったんだよね。うん。清はね、すでに170年ほど過ぎていて、黄金時代からちょっと衰退期に入っていた時期で、役人のね、汚職が蔓延して腐敗していたんだよね。うん。で、さらにね、人口の増加も加わって、庶民の生活は苦しい時代だった。うん。で、その苦しみを忘れさせてくれるものとして、アヘンに手を出すって人も多かった。うん。で、1835年になるとね、中国のアヘン喫煙者っていうのは少なくとも200万人に、達したって言われてるの、うん。これはね、皇族や官僚から庶民に至るまで幅広く蔓延していったんだよね。うん、で、こうなるとさ、アヘンを購入するために銀が大量に国外へ流出しちゃうんだよね。うん、で、するってとどうだい？銀が高騰し、財政が悪化するんだよね。なんだよ、それ。ちょっと。で、清はね、軍に対しての食料も賄えなくなってくる。うん、そうするとさ、軍の規模を縮小しなきゃいけないから、軍が弱体して清の存続自体も危うくなっていくんだよね、うん、だからこそ清朝政府っていうのは早くからこのアヘンについて禁令を出すんだよね、うん、販売するものには首かせ1ヶ月とか、軍隊に強制的に従軍させるっていうような罰を出したんだよね、うん、でそれでもアヘンが広まり続けるから、アヘンの輸入を禁じたり、その後国内でのアヘンの栽培も禁じたんだよね。うん。で、それでも収まらなかった。これはね、正式な輸入商品として禁じられていたんだけど、密輸が盛んに行われていたんだよね。うん。この背景には国の腐敗がやっぱりあるんだよね。管理する役人っていうのは賄賂をもらえば密輸を黙認していたんだよね。うん。そうそう。で、この密輸っていうのはどのようなルートで行われたかっていうと、当時ね、外国との貿易を行える都市は広州だけだったんだよね。うん。で、その広州にアヘンを大量に置いておくのはリスクがあるから、近くの海にアヘンをストックする用の船を常時置いておくんだよね。うん。で、アヘンの商談は広州のその内陸側で行われて、アヘンがオーダーされたら、船からアヘンをオーダー分だけ積んで内陸に届けるっていうことをしていた。うん。で、捕まらないような対策もしていて、清の巡視艇がいるんだけど、それに捕まらないようにクワイシェって言われる小型の快速船を使ったんだよね。うん。これね、6、70人の漕ぎ手がいて、オールでね、一気に漕ぐから、たとえ見つかっても逃げ切ることができるっていうものだったんだよね。うん。
あとはその会場警備してるものにそもそも賄賂を渡しちゃえば捕まらずに公然と取引ができたんだよね。うん。そう、これね、ちょっと象徴的な事例があって、会場警備のね、責任者だった菅長慶っていう人がいるんだよね。うん。彼はね、賄賂として取引料に対して 2% のアヘンをもらってたんだよね。うん。1万箱なら200箱を賄賂として受け取るんだよね。うん。そうすると彼はこの200箱のうち半分を懐に入れて、残りの半分を押収品として清朝政府に納めていたんだよね。うん。で、それによってさ、彼はさ、アヘンの押収の成果が認められて、こうやって会場警備の責任者まで成り上がっていったんだよね。うん。まあ、これくらいさ、まあ、清っていう国は、もう末端まで腐敗しきってたんだよね。うん。そう、密輸と言いながら、反公然の取引が可能だったっていう実態があったんだよね。うん。そんなんでさ、まあ、全くアヘンの広がりが収まらないことに、当時のその清の皇帝、道皇帝は苛立ってくるんだよね。うん。で、さらにまた取り締まりを徹底するように命じるんだけれども、命じられた役人っていうのは、またその表面的に取り締まっている感を出すために、賄賂が払えない、またはね、揉み消すコネのない人たちだけをこう捕まえるんだよね。うん。そうそう。まあ、どこまでもなんか腐っているなっていうような対応なんだけど、うん。そこでさ、道皇帝は広く意見を求めて、改革に乗り出そうとするんだよね。うん。これね、大きく分けて2つのパターンが出されて、これは1つ目はもう急激な改革、アヘンの販売者とか喫煙者を厳重に取り締まっていくっていうような案が出て、うん、もう1つはまあなんか緩やかな対応というか、アヘンの貿易を逆にこう解禁して、それで税金を徴収していくっていうようなやり方、うん、でこれさ、急激な改革に対してやっぱりね、支配階級の満州族の人たちにとっては現状維持派が多かったんだよね、うん、これはさ、どの歴史を見ても大概そうなんだけど、現状優位な立場にこうある人っていうのは急激な改革っていうのはやっぱり望まないんだよね、うん、そう、それは自分の地位を確保しようとするから。で、まあそこでさ、道皇帝は漢族出身の林則徐が提案したアヘンを厳重に取り締まるっていう意見の方を採用するんだよね、うん、そう、これはね結構異例で、清朝っていうのは、その満州族が支配してる国だから、そこに漢族出身であり、しかも地方の一官僚の林則徐っていうのが大抜擢をするんだよね。うん。で、さらにさ、彼って金砂大臣っていう役職が与えられて、これはね、特定の事象に対して皇帝からね、全権を任されるっていう大臣なんだよね。うん。で、皇帝の意向っていうのは、アヘンをもう絶対に禁止したいっていう思いで、ただし言われたのが、諸外国との余計な紛争は起こさないようにっていうような忠告は受けたらしいんだよね、うん、ただね、これを言われて林は、諸外国との摩擦なしにはアヘンのこの禁止っていうのはできるわけがないっていうんで、こっちと摩擦なしっていうのはもうそもそもちょっと無理だなと思いながら、アヘンの禁止の方に重点を置いていくんだよね、うん、それから林っていうのは広州に行って、実情をこう調べ上げていって、アヘンの密売者だったり賄賂を受け取っていた役人を大量に逮捕していくんだよね、うん、でまたさ、アヘンとかその喫煙用のキセルを大量に没収もしてる、うん、で外国人貿易商に対しても3日以内に全てのアヘンを差し出すよう命令するんだよね、うん、で今後一切アヘンを持ち込まないっていう誓約書に書いて提出するっていうこともさらに追加したんだよね、うん、で当然さ、これは反発が起こって、中でもイギリスのさ、海軍大佐で取引の監督役をしていたチャールズ・エリオットっていうのは大反発するんだよね、うん、まあ、そこでリンはエリオットがいる洋館の周りを武装した兵士約1000名ぐらいで包囲するんだよね。でこれによって洋館から、まあ、一歩も外へ出れなくなったから、それでね、水も食料もストックがどんどん少なくなっていって、48時間ぐらい経った時にイギリスのそのエリオットっていうのは降参をして、イギリス人が所有していたアヘンを全て差し出したんだよね、うん、でリンはこの没収した約ね1425トンあったって言われるんだけど、そのアヘンを処分したんだよね、うん、このアヘンをさ、どうやって処分したと思う？どうやって処分？燃したんじゃないの？燃やしたか。まあ近いっちゃ近いんだけど、塩と石灰で処分したんだよね。うん。そうそう。これ、
海沿いの場所にある土を掘ってね、人工の池を作ったんだよね。うん。で、そこにね、大量の水と塩を入れる。で、それからね、アヘンをそこに落とし込むんだよね。うん。で、半日ほど塩水にこうやって浸してから、焼き石灰の塊をね、次々にそこに投入していくんだって。うん。で、そうすると次第にね、白煙を上げて沸騰したように真っ黒のアヘンがこう揺れ動くんだって。うん。で、それをね、長い棒でかき混ぜることで、アヘンがね、溶解されるんだって。うん。で、それを海に流したんだよね。うん。でさ、エリオットはさ、イギリス政府にさ、この実情を報告するわけなんだよね。うん。そこでイギリス政府っていうのは、清国に対して軍を派兵するかを国会で投票するんだよね。うん。で、そこでね、わずかね、これね、9票の差で賛成が上回って、派兵が決定してるんだよね。うん。そうそう、反対派もね、実際結構いたんだよね。うん。その中でね、ちょっと反対派であるね、グラドストンの演説をちょっと取り上げたいんだけど、彼はね、永続的に不名誉となる戦争を私はかつて知らないし、読んだこともないっていうようなことを言ってるんだよね。うん。まあ、毒性のあるさ、アヘンをさ、輸出してることに異議をこうやって唱える人っていうのは少なからずいたんだよね。うん。これさ、冷静に考えるとさ、清はさ、貿易で禁じられている、その密輸しようとしてるアヘンを取り締まってるだけなんだよね。うん。まあ、たださ、結果、この時代は賛成派が上回って、イギリスは大艦隊を派兵することになっていく。うん。で、こうして、まあ、清対イギリスのアヘン戦争へと入っていくんだけども、このちょっと戦いの詳細は、もうね、イギリスの圧勝なんで、今回は特段細かく話さないけど、まあ、ちょっと一つ印象的なエピソードがあるんで紹介します。はい。これはね、イギリス軍がね、北上していくんだけど、そこでね、上海のね、南側ら辺にあるね、シューザン列島っていうところの海沿いをね、占拠するんだよね。うん。でそこにね、あった清軍の砲台に刻まれた政策年代を見てびっくりするんだよね。うん。これはね、1601年って書かれていた。240年前に作られたものが砲台として使われていたんだよね。うん。こんな具合にさ、近代化が、まあ、遅れた清っていうのは、イギリスの近代化が進んだ軍隊に対してもう大敗していくんだよね。うん。で、この戦争に負けたことで清は南京条約を結ばされるんだけども、うん、そこでさ、巨額の賠償金とか香港の割譲、広州を含め5つの港を解放することになって、さらに関税自主権の放棄だったり、翌年には治外法権を認めて、まあ、清にとっては不利な条約になっていったんだよね。うん。で、その後さ、アメリカをはじめ、フランス、ロシア、ポルトガルなんかも、イギリスと同様の条約を結んでいくんだよね。うん。まあ、こんなわけで、まあ、アジアの大国として知られていた、その中国っていうのが大敗して、欧米列強の支配が進んでいく、その一つのきっかけとなっていく戦争だったんだよね。うん。で、ちょっと最後にね、なんで日本にはアヘンが広まらなかったのかっていうのに触れてみたいんだけど、長崎ではさ、オランダ清国と交易を行っていたために、アヘン戦争のこととか清の状況っていうのは伝わってきていたんだよね。うん。で、これ日本にとって衝撃なことで、この頃はさ、日本にも外国船の往来が頻発していた時期で、幕府の対応はさ、それまで異国船打ち払い令のようなさ、強硬姿勢だったんだよね。うん。で、それを清水給与令っていうのに変えて、外国に対してさ、燃料とか食料を提供する政策に変えていったんだよね。うん。まあ、そうすることで、まあ、不要な刺激を与えないような方針にしていったんだよね。うん。で、またね、海岸防備の強化だったり、軍事訓練なんかも行われていった。ただね、これがね、アヘンが広まらなかった理由としてはちょっと弱くて、一番まあ大きな理由としてはさ、西洋列強がさ、日本を植民地化しようと積極的に行動しなかったことじゃないかなっていうふうに思うんだよね。うん。実際にさ、イギリスはね、アヘン戦争の2年後に議会で日本へ艦隊を派兵するっていう決定をしてるんだよね。うん。だけどね、中国各地での武装抵抗も続いて、アロー事件をきっかけに、まあ、第二次アヘン戦争だったり、ヨーロッパでもロシアとオスマン帝国の戦争に突入していったりとか、まあ、いろいろなごだごだがあって、日本へこう大艦隊を派兵することがなくなったんだよね。うん。
で、それとさ、日本と貿易をしたいっていうような魅力的な商品がそもそもなかったっていうのも理由の一つなんだよね。で、そんな中、アメリカのペリーが艦隊を率いて現れて、日本へ開港要求をするんだよね。うん、で、アヘン戦争でさ、清が大敗してる情報を事前に得てる日本っていうのは、結果的にその武力抵抗せずに、穏便に開港要求に応じていくんだよね。うん、で、その後、日米修好通商条約を結んで、この条約にさ、アヘンの輸入現金たりっていう項目があるんだよね。うん、これね、なんかアメリカ側が言い出した条項らしくて、医薬用に認められた、そのアヘン許容量の3斤以上、だから 1.8kg 以上を持ち込もうとすれば、日本は没収してもいいよっていうような条約なんだよね。うん。そう、これ、なぜアメリカは言い出したのかっていうのは、これ実際のアメリカの証言がないから想像にはなっちゃうんだけど、アメリカがイギリスを警戒したんじゃないかっていう、のが言われてるんだよね、うん、イギリスは当時力を持っていて、まあ、アメリカとの差はまだまだあった時代なんだよね、うん、でイギリスはさ中国との貿易に対しても大幅な黒字だったんだよね、うん、でそれに対してさアメリカは赤字で中国市場においてもイギリスの圧倒的優位だったんだよね、うん、でこれはさイギリスがすぐ近くのインドからアヘンを送るっていうその利便性も影響しているんだよね。だけどさ、アメリカは近くに拠点がないから、アヘン貿易のメリットが少ないんだよね。うん。まあそういった理由からもアヘン貿易を禁止にした方が、イギリスを牽制する上でも得策なんじゃないかとも言われているんだよね。うん。で、その後さ、日本はアメリカと同じ条件の条約を西洋列強と結んでいくんだよね。うん。で、そこにはアメリカ同様、アヘンの輸入現金っていう項目が同様に盛り込まれていくんだよね。だからアヘンの問題から言ったらアメリカがこの通商条約の最初でまだ良かったなっていうふうに思うんだよね、うん、結果清と日本では全くこう違う状態での開国になっていったんだよね、うん、清はさアヘン貿易によって衰退していったし戦争によってボロボロになっていったけど日本は、まあ、圧力はあったけども結果さ穏便に開国して近代化をその後推し進めることができたんだよね。うん、でこのことがさその後の近代の歴史を、まあ、大きく左右していくことになったしそういった面でもこのアヘン戦争っていうのは重要な出来事だったんじゃないかって思います。はい、いかがでしたでしょうか。いやもうやっぱねアヘン戦争って言ったら緒方郎っていうのがもうやっぱ今日は身に染みて皆さん分かったんじゃないでしょうかね。どういうことなんだよ。いや本当申し訳ない。いや俺がやったら多分さこのさ戦争にこうフォーカスしてやるからさあれでももうちょっともういいよ戦争はっていう感じの人多分いるじゃん実際。いやいやまあそこをさやっぱさこうきっかけとかさなんだろうどちらかというとこうアヘンっていう視点からさやったっていうところがやっぱ素晴らしいなと思って。いやいやこれはもうあれだよやばいねファンの心をわしづかみ。いやまあ次回はね長丸がその戦争の部分を話してくれるということで。やんないよ緒方郎も言った通りさ圧勝だもん。まあそうだね。うん。いや、あえて戦争のところだけ取り上げるような題材でもないよね。ああ、まあそうなんだよね。それよりはやっぱりさ、なんだろう、アヘン戦争がさ、こう、の影響で、やっぱり日本ってさ、少なくともさ、諸外国にこう、なんか侵略されるんじゃないかっていう、やっぱ危機感を覚えたわけだしさ。まあ、緒方郎も最後言ってたけどさ、アヘンっていうものがこう、日本に入ってこなかったのはさ、やっぱりアメリカの日米修好通商条約が、大きいんだよね。うんうん。あれさ、結局さ、最恵国待遇っつってさ、もうそれを基準にさ、もうみんなこれが一番ベストなんだよでさ、条約組んでいくからさ、どこの国もさ、アヘンはさ、禁輸になったわけじゃん。ああ、そうだね。うん。だからやっぱり結果、まあ、アメリカにどういう意図があったかはわからないけど、最終的には。まあ、結果的にでもそういう条項が盛り込まれた条約を結べたっていうところも、やっぱり日本にとっては、まあ、大きな、ね。やっぱりアヘンっていうものが国内に入らなかったっていう、まあ大きな要因になったんじゃないかなと。まあもともと日本はそもそもアヘンっていう文化がなかったからっていうのもあるんだけどね。ああ、そうだね。中国とかあったから、あったからさ、別にあったし、ヒュッて入ったら使っちゃうじゃんっていうレベルなんだけど、日本は全くなかったから、そういうのが。ああ、なんか日本も若干あったっていうのはあったけどね。
医療用とかそういうもので使われてるっていうのはあったけど、要は変な話ね、アヘン吸ってウヘラウヘラみたいなのは、まあゼロじゃないだろうけど、流行ってなかったってことだよ。あ、そうだね。うん。まあそんなところもあるんじゃないのかなと。まあその辺はやっぱ小太郎の解説でね、もうすべて補ってくれてるんで、もう素晴らしい回だったと。俺がやらなくてよかったなって心から思いました。いやいや、もうリクエスト見てもらっても、もう長丸一色だから。いや、いいよ。そういう嘘はいいよ。それは嘘じゃん。あ、でも、これさ、なんか、ね、アヘン戦争でさ、聞くとさ、やっぱイギリスすごいひどいなって思うかもしれないけどさ、ね、日本もさ、その後さ、植民地支配を進めていく中でさ、ね、アヘンの生産とか販売に携わっていく面があるからね。うん。まあ、イギリスは、とりあえずダメだと思うよ。あ、まあね。イギリスは。日本同行っていうよりも。日本はどっちかっていうと欧米真似してるだけだからね。ああ、まあそうだね。うん。そんな感じで今回はアヘン戦争についてでした。はい。で、もしよかったら、この大人の近代史、フォローだったり、評価の星を、もう押したくないなっていう人は多いかもしれないけども、その節制を超えて押していただけると嬉しいです。これが冒頭の言葉からこうね、引き出されるっていうのは素晴らしいよね。まあ、ということで、最後まで聞いていただいて、ありがとうございました。ありがとうございました。